はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、足痩せということで、足痩せに効果的なエクササイズを5種目紹介します。5種目を各10秒、左右の動きもあるので5種目で70秒ほどやってもらいます。それをですね、3セット行いますんで、ぜひよかったら皆さん一緒にやってもらえたらと思います。今回のポイントはですね、ながらダイエットということで、テレビを見ながらでもできる、うつ伏せになった状態でやるエクササイズを5種目やっていきます。足痩せのポイントとしてですね、太ももの裏側を鍛えるというポイントがあります。スクワットとかやってしまうと、どうしても太ももの前を主に鍛えてしまってですね、ももの前が張ってしまったり、筋肉質になったり、後ろのもものタルンタルンのままです。そうならないためにですね、裏ももをしっかり鍛える、まあいわゆるハムストリングというんですけども、そこをしっかり鍛えるのが足痩せのポイントです。そこがしっかり鍛えられるとですね、前ももの無駄な筋肉が削れてしまって、足のバランスが良くなってですね、綺麗な丸い足になりますんで、太ももの前はムキッとしている、裏はタルンタルン、そういった方はね、このエクササイズを5種目一緒にやってもらえたらと思います。ではやっていきましょう。テレビでも見ながらできるということなので、上半身は楽にしてください。この状態で足を肩幅に広げます。両足を伸ばした状態でまず上に上げていきます。10回いきます。1、2、3、4。お尻をしっかり締めてください。6、7、8、9、10。今度は足バタバタさせます。これ10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。膝を90度に曲げて上に上げます。これを10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は片足で片足の足首に引っ掛けて、膝をしっかり曲げます。これ左右10回ずつ。しっかり足で押さえてください。膝が曲がらないように足で押さえながら片足を曲げます。9、10。はい、反対足です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト。今度は床をスレスレで、太ももの内側がですね、床につかないように10回動かします。1、2、3。こういう感じです。5、6、7、8、9、10。反対目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今の5種目をあともう2セットいきます。頑張っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これはね、リラックスしてテレビを見ながらでもできます。暇があったら CM の間とかにやってもらったらと思います。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、最後5種目目です。1、2。しっかり膝を肩にぶつけるつもりで上げてください。6、7、8、9、10。はい、ラスト3周目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対です。あと少し。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
5、6、7、8、9、10、ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、お疲れでした。よくやりました。お疲れでした。今のね1セットで70秒、今ね3分30秒ほどエクササイズを行いました。たったの3分でですね、太ももの裏鍛えられますんで、テレビを見ながら CM の間とか、あとはテレビを見ながらでもいいです。暇があったら今みたいにやってもらえたらと思います。今のはねながらダイエットなので、暇があったらとか何かしながら、寝る前とかゴロゴロしながら簡単にできますんで、空いたのをコツコツ1日の中で3セット4セットやってもらうことでですね、1ヶ月経ったら1センチ2センチ太ももが細くなってくれてます。スクワットもね大事なんですけども、やはりスクワットは大きくなる筋肉鍛えやすいんで、今みたいに軽いエクササイズを何回も行うっていうのが太もも痩せに大切です。なんでね、今みたいなことをコツコツと毎日やってもらうとですね、1ミリ2ミリ1センチ2センチ3センチと太ももが細くなってくれますんで、コツコツ地道にやってもらえたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日は足痩せのエクササイズ5種目でした。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄の太もも痩せブログ、よかったらご覧ください。